はい、おはようございます。ソニーザーチです。では、ホロナイト、続きやっていきます。前回、これをね、使いながら、変なミノムシと戦って、デゲーミノムシと戦って、アンドがやりましたね。このゲームは本当にいいところは、逃げれるっていうところですね。普通、ボスに対峙したら、あんまり動けないことが多いんですけど、ここにでかいのいましたね。これ上行けるな。なんかあるな。声が聞こえる。声が聞こえる。よし。みんな、俺を狙ってくる。よし。まあ、これは回収しようか。しょぼい。いや、いなかったな。でしょぼいミスが多いな。金もなんだかんだ1000たまりそうだな。本当は懐中電灯取るのに普通にたまるんじゃねえかな。金先に取ってしまったけど、ういういいやーと、泣き叫ぶのであった。あ、いた。いてて。いてて。ほい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 。あ？場所が悪い。死にそう。甲羅を全然使ってないな。いるか？こっちの左はどこに行くんだろう。いで。よし。ここ開かねえか。なんか落ちたな。ああ、なんかいる。あそこ取りに行きたいところではある。ふい、危ねえ。よし。回収。もったいねえ、飛んでいくの。ふい、危ねえ。はい！よし、ショートカットした。さあ、これそろそろ回復が欲しいぞ。あいつすげえな、無事だな。もういまいち、こう、まだこのジャンプの感覚わかんねえからさ。これどうすんの？お前に乗れんの？まさかそんなことねえよな。え？マジで乗れる？ダメじゃねえか。ダメじゃねえか。え、じゃあ無理だわ。ここで死にたくない。もう多分、ダメだよな。なんか敵に乗るみたいなのあるんかね。あ、危ない危ない、危ない危ない、挙動がおかしい。気をつけて。気をつけてって言ったじゃん。あ、転がった。あれは、あれはだいぶ左の方だ。回収します。回収回収。一番左はいけないし、じゃあ正規ルート行こうか。正規ルートかどうか知らんぎゃ知らんぎゃ。んで、あぶねえ。普通にあぶねえ。この下なんだな。あ。何か落としたね、看板。
おい、今度は、なんだ、ここ、毒ま、ガスマスクがねえと入れねえとかある？霧の渓谷。霧か、これ。胞子が漂ってんのか。ユーラーゲさん、コアが見えてますよ。あいつがいるな。でもあのおっちゃんもよくここまで来たな。なんだろう。アミー。なあ、そっち行けねえんだけど。これか？久々に使ったこれ。めっちゃ弾かれる。おっちゃんいねえよな。溶けてねえよな、おっちゃん。通れねえな。違うルートかな。こいつが爆発する。えい！お前も復讐の魂売ってくんの？やめようぜ、復讐は。復讐は何も生まないよ。うめ、復讐は。で、こいつどうすんの、これ。いや、マジ、こいつ、ダメだ。戦ってはいけない。かし、どうする。そろそろ、回復ポイントがあるんじゃないのか。ないか、これは。あの、でかいやつはダメだ、戦った。なんか、ブクブクいってんな、下。これダメだ。あ、回復できる。あいつ嫌なところにいんな。いや、まさか爆発するとは思わねえよな。こいつやべえやつだったわ。それこそガード使えばいいんだけど、そのとっさの判断は俺にはできません。怖いよ怖いよ、そこにいるの怖いよ。シュンシュン。よし、なんとかここまで来た。あ、スターがあるね。一回そこでセーブするのはありだな。ポン。遠くない？遠くないか？おっちゃんとこまで。これは無理だな。いや、多分やっぱここの何か攻略することで。あの、毒の湖を抜けれるみたいなあるんじゃねえかな。やだな。確実にやって、確実に回復する。長いな。なんか違う、あ、合ってるか。よし。なんか左にあるけど、いいわ。オッケー、女王の駅。なんかいる。いや、これは、これは、やつは見、見。やつは、居合抜きを狙っている。俺にはわかる。違う、違うルート来た。宝石の森、ごめん。宝石の森一瞬出たけど、ごめんな。無理だわ。あ？かけら？なあ。ちょっと待って、一回俺はベンチを探したいな。こっちか？あった。よし、これで、とりあえずは OK か。はい。接続。実績解除。接続。じゃあ、あの、居合抜き野郎をやっていこう。居合抜き。俺に居合抜きが効くとでも思っているのか。いなくなってる。いなくなってる。いや、ここじゃないのか。いや、いなくなってる。俺に恐れをなした。ふん。弱いな。じゃあ、一回、ああ、そっか、1967か。ちょっと微妙だ。もうちょっと金集めたい。
ここの地図がわかんねえんだよな。宝石の森はまだちょっと行くのは気が引けるからな。わっ、わっ、やめてそれ。何食ってんのお前。うぅ降りんな。あ、食べ物を求めてここに来たの。私の頭の上には小さくて変わったキノコが生えているの。どうやらこの駅の中しか生えていみたいみたいで、ものすごく美味しいのよ。ウイロー、ウイローから来てんのかな。和菓子。この場所はかつて立派な中継地形地点だったんでしょうね。霧に包まれた土地と菌類の育つ土地に挟まれて、でもどっちの土地もなんだか危険そうだから私はここにいることにしたの。少なくともこのキノコがあるうちはね。鬼は渡してくれる。で、なんか有用な情報は持ってないのかお前。いずれも立ち寄ってくれて構わないのよ。私はこの息の静けさが好きだけど、たまには話し相手がいた方が心の健康に健康に良いもの。そういうことです。みんな人と会話しようね。はい、まあ、会話するっていうのは大事だよね。そのサバイバル状況でね、やっぱ会話相手がいないと辛いって、あのロビンソンクルーソーでやってた。ここはあっちから行くしかないんだろうけど、このエリアの地図はない。一回帰るか。一回帰るかい。一回セーブするわい。そして呼ぶ。ほい。ほら遅いぞ。30分待ったぞ。すぐに今日は開かれたよ。ちょっとまだ王国始まるやって嬉しいわい。いろんな場所を訪れてるようになって、わしの記憶も徐々に戻ってきた。何？わしの心の中でスタッフの道が再び蘇ってきた感じだ。ほう。この調子でもっと多くの駅を復活させてくれるとありがたいの。なるほど。まあ、確かに5つ解放した感じだね。安息の地ってなんだっけ。ダートマウスに戻るか。うん、間違えた操作を。わらば。わらば。わらばんし。わらばんし。さあちょっと新商品が出ないか確認しに行こう。よ、久しぶりさ。オードナ、ナート。ああ、同じことを言うのかい、君は。よし、なんか行こうぜ。待ってますよ。買ってねえじゃないか、お前。これ、買うか。これ買おう。これで集めるのが面倒くさくなくなる。健康な殻。ああ、そうか、無敵状態が長くなるってやつね。まあ、これ買っといてもいいけどね、別に。そのうち必要だろうけど。まあまあ、集めとこう。んじゃあ、ちょっと、装備は変えようかな。結局こうなっちゃう運命よ。え？スロット、ああ、そっか、残り1個あるのか。じゃあ、時計でもつけとくか。ん？お前は？あ、そっか。助けたやつか。貴様、なぜそのように影に紛れて、我が輩に忍び寄るな。うっせえ。お前がちゃんと見てねえからだろ。狂人なるぞと。ふん、そのような目に騙されませんぞ。我が輩は狂人なるぞと。世間に名を轟いた騎士である。恐れおどろくがいい。貴様がこの陰気な町に隠れている間に、我が輩は足元にある暗い穴を探索し、強力な獣を仕留めていたのだ。仕留められそうだったけど、お前は鋭い牙を持った、顎を持った極めて凶暴な獣であった。当然ながら素晴らしい行である。だが貴様の惨事を聞いている時間はない。我が輩は休息し、次の探索に備えばならん。お前記憶改ざんしてんな。お前結構むしゃむしゃされてたぜなあ。向こうにいるオベオラ、くだらんたわごとばかりのたまっているな。ホラー穴の中の空気を吸ったら死ぬとでも言わんばかりだ。それならいっそ呼吸するのをやめればいい。それに夢の話ばかりしよって、はあ、夢なんざ的に生きる力もない。いや、弱者の見るものはそんなことはない。ふん、全く珍しい町なのか。空気はよどんでいいし、住民の目つきも気になる。ああ、我が輩は可能な限り早く下に戻るつもりだ。早く戻れ、じゃあ。早く戻れ。女。早く帰れ、食われる。はあ、バーナーバーナーバー。なんかいる、なんか増えてる。これは市場品よ。はあ、宝か。まあなんかマーカー。まあマーカーか。マーカー、マーカー。気になるポイント？気になるポイントでも買っとくか。
眉の瓶も買っとくか。ささやくね。あ、そうか。これの、これ忘れてたわ。100個集めなきゃいけねえんだった。戦士の墓、温泉、温泉、温泉しゃあねえしな、別に。よし。こんなもんかな。左に眉はあんなら。じゃあ、次、どこに行こう。まあ、まだこの下が行ってねえんだよな。この石造りの聖域の下に行ってない。というわけで、石造りの下に行きたい。そっか、地図がねえから、ねえのか。じゃあ、地図どうする？あいつがいねえと、地図買えねえんだよな。間違えた。ディーマ、ファーラファ。ディーマ、ファー。パカラパカラ、うん、熱い、うん、ない、ここはどっちかというと下に降りすぎてきたところだから上に戻ろう。本市の森はちょっと後にしよう。多分まだ行けねえだろ。ほいほい、あれ取りたいけどなんかいなくなっちゃったなこいつも。あの居合のやつどこ行ったんだろう。あれなんか関係あったんかな。いなくなっちゃったしね。左行ってない。なんだ道具屋か。あなんだ、おやこんにちは。誰も来ないからもうここを閉めてしまおうかと思っていたの。ちなみに私はここ銀行で営んでいるの。銃を失うのは辛いです。はい、それでも自分で持っていたものならなおさらのこと。はい、私の金庫に入れておくが安全よ。私は銀行員として暮らして、この方、一個の事情だって失ったことはないよ。すごいよ。よかったら口座を作ってみる？口座を？お前、口座で儲けてんのか？ 100 も使っちゃった。賢い子で、今度恐ろしい怪物にやられてしまってるけど、自分の事情が、お、私の戸棚、いや、戸棚？いや、金庫に預けていたことを感謝するはずよ。戸棚っつった今。な、戸棚っつった？じゃあもう全部預けときゃいいんじゃね。また取りに来ればいいだけだし。いや、そんなことねえか。通行料とかあるもんな。まあいいや。ジオカララ。ジオカララ。ジオカララ。銀行屋か。どこにでもいるもんだな。金貸しというものは。金貸しじゃねえか。預かり屋か。この、巨大な。この巨大なやつのせいで、やばい、うえ、お、みんな集まってきた。楽しい。じゃあどこにいても集まることできんだね。あいつ全然くれねえな。いて、ちょっとちょい、不可抗力でバカすな、シューズな俺に。あ、そっか、俺攻撃食らったら反撃するようになってたんだった。これも、なんか、それは考え物だ。ほいほいほい。まあ、このまま戻って、また、ちょっと本来のルートに戻りたいな。どうしても、ほんまりしちゃうよね。こういうゲームって。てっとん、てっとんにはいけないから。ん？待て、そっか、金の渓谷か。アホか。金の渓谷の下か。じゃあ、森に行かなきゃね。奉仕の森に行かなきゃ話にならねえな、多分。そういうことだね。わかった。俺はいつの間かちゃんと積んでいたようだ。行こう。はい、奉仕の森。奉仕を飛ばすな、奉仕の森。一曲。ほい。しぼめ。手をすな。あ。なんだあいつ。
ったんだ、あいつ。え、押すな。紙は置いてあるが、あいつの歌が聞こえない。あいつただ、空中に漂ってるだけなのか。あ、ふっふんふん、ふっふんふん、ふっ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 ふん、よ、金ね。金ね。ああ、私が分ければ彼らのホラーの探索がまずランナーで違う。ピッタ、今私の体力では逃げ切る自信がない。だいぶあるだろう。自由が足りません。ただプレゼントしようそのうちはかなよ。食べ物を、うん、ああ、くれるわけじゃないのか。これな、あ、ビョン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 。面白い。え、まあ、ジャンプ力が上がるわけではないよ。そうか、ここで金を預けたことによる弊害が、弊害が来たな。75まで集めるか。幸い、金は落とさないで済むようになってる。よう、早速、金を下ろしに来たぜ。利子は、利子は利息はつくの ?100 だな。100下ろそう。まあ、預けといたら増えるっていうのはちょっと話変わってくるよな。最後別に取りに行けばいいだけだもんな。まあ失ったものはあるけど。よし。よし、進めよう。やつがいるかどうかだな。そのまま持ってくれよ。よしよし、俺だ。買わせてくれ。メケムのエスクチン。よし。ここは縄張り意識の強い連中が多いようだな。ああ、いった連中は殴り避けた方がいい。なるほど。だから、俺に復讐の炎を。さらに下に降りたところでは、体が細くて、キューマの生き物がいて踊りたよ。それは知能を持っているようだったら怖っ。ああ、なるほど。それは怖いね。よし。なんか上にいるな。通り過ぎた？でもまだあそこの上行けねえんだよな。変なのを邪魔して。とりあえずこの先行くしかねえのかな。進もうと思ったけど実は全然進まないっていうことに気づいたわ。なあ。もう遅い。もうやめろ。やめろ。やめろ。お前高えな。それ卑怯だ。最後は。いで。バカつけキノコかお前は。でげえな、なかなか。カズが欲しい。あいつ一緒だな。ああ、まあ倒すのは一苦労だわ。単純に。よし。こっちはどっちかというと帰り道かな。あいつなんで寝てんだろう。さ、無駄に摂取をしたところで行くか。この上、上あるか。エレベーターに繋がってんのかな。うわー、キモ。何あれ。飛ばしてきた。ホーミングスペーンペーンペーンなんで遠いな、しかも。マジで何あれ。言うちまったわ。なあ。
あそこ回収するの辛くない？アンメッソード。アンメッソード。よし。やるぞ。セビション。まったくよ。あれ無理じゃない？あれこそ。なんだ？回復か？回復じゃない、シールド。使わねえといけねえんじゃねえの。いけねえんだった。ここにいたやつ気になるんだけど、どっか行っちゃったな。ストーリー上関係あるやつだったんだから。敵か味方か、敵か味方かってか、特別なやつかどうかわかんねえんだよな。ちょっとお前らに構ってる暇はねえで。あーら。行くわ。ウィーウィーうぅ、届くの遅い。やめろ、マジで。届くのやめろ。食べ休めて迂回しろ。来い。よし。よし、回収した。だけやがって。なんだこれ。かけねえの。いや、えぐいの俺な。どうすっかな、あれ。攻撃することできないし。ホーミング。ホーミングするし。ホーミングするし！ホーミングするし！逃げるしかないな、やっぱ。うわぁ。なんだよ、あれ。こいつは？こいつは？こいつは？うん、敵か。お、これは便利。めっちゃ拾ってくれる。いいね。回転すな。まっすぐ来い。あかねえな。か、もしくはこの、胞子を誘導してくるのか。それはそれは無理じゃない？あ、無理だ。それはそれは届かねえわな。うん、ぼっぽい。おお、おお、敵！この見た目、敵はやめろ。転がる、転がる。転がる、転がる。ジャンプか、転がるか。転がるのはちょっと、予想つきにくい。ああ、やべ。早くする。え？待て！ボスじゃない。雑魚じゃねえか。来い。よし。ジャンプの方が楽だな。なんで当たんの？あ、こいつ、そうか、残りガニ。残りガニ、こいつ。あ、攻撃性を持たせてる。あ、じゃあ、北へ。基本的に前、正面で受け止める。これが大事。何事も。正面で受け止めよう。よし。また攻略を思いついてしまったわ。上にルート作るのもありだな。えれん。跳ね返るな。よし。3発死ぬな。全然集めね、集まんねえ、ソウル。うわぁ！やばい、これはまずい。隠す。これはまずかった。このちっちゃい、ちっちゃいの。ちっちゃいの相手にしよう。なんか割った気するな。うえぇ。うえぇ、心が痛むね。今日はキノコリゾットです。ここになんか夢見の破片みたいな。だけど気のせいなのかな。あ、やっぱなんか回収してんね。そういうのあんな。回復しよう。よし、図らずも敵を倒さずに来たね。ここ、あ、開ける。
なるほど、開いたか。よし。で、これでエレベーター呼べるようになる。かわいい。ダメだ、俺やっぱこういうキノコのデフォルメ呼べえわ。起きるな、これは。はい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 、ヘドバンやめろ、ヘドバンやめろ。起きんな、ほら、まずいぞ。やべやべ、2回当たる。早くしれ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 。これ交互にやるのが便利。なんか多分こいつは近距離に来るとヘドバンする。よって俺の勝ちだ。もう恐るに足らん。残念だったな。俺の勝ちだ。チャームスロット、なんだそれ。ガノハリチャームスロット、あ、1個スロット開いた。そのスロット上限4つになったね。なるほどなるほど。うん、美味しそう。キノコ、キノコ食べたい。あれ、よし、これでエレベーターじゃね。飛びすぎた。多分この上がエレベーターなんだな。あ、なかなかに際どいぞ。なんかそれ硫酸のガス出てんの。それ無理じゃない。やっぱ一定時間耐えれるみたいなあんだな。と潜ってもと、そうだわ。なんだお前は。一回休むわ。目の前で休んでやる。こそこそ通り抜けようとして無駄だ。匂いでわかるからな。何も言ってない。足を食らうもの。ふむ、銃をたくさん持ってるか。銃をくれ。そうすればいいものを見せてやる。86、なぜ86。86なら見せてやろう。ほら、欲しいか。本当にもう、本当にどうしてもしない。交換してもらっていい。もっと銃をよこすらな。あー、なんてやつだ、お前は。繊細な心。綺麗なチャームだろ。お前のために作ったんだよ。いつまで作った。体力がぐっと上昇。特別チャームで貴重なチャーム。こいつを持って彼に出かけてみな。そして手に入れた銃を俺のところに持ち帰るんだ。あー、もっと広範囲に金を集められるのかな。繊細な力。お前、みんながお前を恐れるようになるだろ。怖っ。何それ怖っ。やべえのもバック売ってんじゃねえか。聞く。痛い目に遭うのは嫌だろ。それとも意外に平気な立ちか。 M じゃねえ。よし。ということで、今回はここまでにしよう。なかなか、なんか、あの仮面のところにたどり着こうと思ってたんだけど、全然違うとこ行ってる。はい、そんな感じで、ここも重要なお買い物ポイントになりそうですね。ではまた次、生きて会いましょう。えいえ。